はい、世代のゾウモノ岡野です。今回、あなたのお腹がたった2つの運動をするだけで、キュッとね、もう超絶ちっちゃくなるような方法をお伝えしていきます。たった2つのストレッチですけれども、見くびらないでください。めちゃめちゃしんどいです。僕もね、一緒に今からやっていくんで、あなたも一緒にやっていきましょう。はい、そうですね、膝を曲げていきます。膝を曲げた状態でしっかり仰向けに寝転んでください。ここの時に腰に隙間がないようになるべく埋めてください。丸めていきます。この状態でドローインを使っていきます。ドローインっていうのはまたわからない人は調べてください。まず深呼吸をしていきます。息を吸います。口で吸いますよ。で吐きます。で吐いてる時に吹き矢を飛ばすようにふっとね、ふっと力を入れます。もう一回いきますよ。吸って、吐いてる時最大まで吐きます。吐いて、ふっ、このままここにしっかり力が入っているように、腹直筋と腹横筋、この横が弱い人が多いです。ここを入れたまま、入れたままですよ。吸います。入れます、入れます。ここが抜けないように。で吐きます。この時もずっと入れますよ。で、もう一回吹き矢を吹きます。吐きます。で、入れたままですよ。で、もう一回吸います。入れたままですよ。で、吐きます。OK! これで腹直筋と腹横筋のトレーニングです。めちゃめちゃしんどいと思います。これを基本5回3セットやっていきます。次は腹横筋を鍛えていきますね。今のは腹直筋と腹横筋同時に鍛えていきました。次は腹横筋をやっていきます。腹横筋というのはこういう風に肘をついていただいて、自分のね足、こういう風にグッとね、足もまあできる人は伸ばしてください。その時にギュッと上げた時に、ここの腹横筋、横の筋肉が硬くなっていれば OK です。これで腹横筋のトレーニングです。このままもう一回ねやっていきます。1、2、3、4、5、はい、休憩。もう一回いきます。1、2、3、4、5、はい、休憩。もう一回いきます。1、2、3、4、5、はい、 OK。 もう一回いきます。1、2、3、4、5、はい、ラストいきます。1、2、3、4、5、はい、 OK。 次反対の腹横筋ですね。こっち向きで手をつきますね。そしてこれで浮かせます。ここの腹横筋効いてますか。1、2、3、4、5、はい、もう一回。1、2、3、4、5、はい、もう一回。1、2、3、4、5、はい、もう一回。1、2、3、4、5、 OK、 ラスト。1、2、3、4、5、 OK。 これで腹直筋と腹横筋のトレーニングをやっていきました。一つ目のやつはですね、立ってでもできます。めちゃくちゃしんどいんですけれども、あれをやっていただくことによって腹腔ですね、まあ、座ってでもできますよ。息を吸って、吐きます。限界まで吐いて、この時に背中は丸くならないようにしてください。ちゃんと胸を張った状態、いい姿勢ですね。顎も引いて、肩も広げて、その状態で息吸って、吐い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 て、で、ずっと力を入れます。入れたまま息吸います。この時に抜けちゃダメですよ。吸う時も入れます。で、吐いた時にもっと入れます。 OK。 これがドローインってやつです。なので、今回はですね、もう冒頭からですね、ドローインの練習と腹横筋のトレーニングをしていきました。あれもちゃんとですね、いい姿勢、いい状態でやっていただくことによって、あなたのお腹はですね、もう明日には筋肉痛で動けないっていう風になるかもしれないです。なっていれば、あなたの腹筋は相当弱ってますよ。僕も実際これドローインね、やってみるとめちゃくちゃしんどいんですね。どうしても息吸う時とかに力が抜けてしまったりするのと、あと息を吐く時に最後まで吐ききれない、腹筋に力が入らないっていうことが起きてくるので、腹筋に入れようとしたらだんだんこう背中がね丸くなってくるとか、首がこう出てくるってなるとダメなんですね。ちゃんとお腹が使える、いい姿勢のままお腹が使えるっていうのが正常です。うまく使えない人はどっかで体をこういう風に逃がしてしまいますね。なので、ちゃんとドローインを意識してやってみてください。
はい、それはいかがだったでしょうか。今回はですね、もう冒頭から説明とか何もなしのドローインをねやっていきました。ドローイン腹横筋のトレーニング、今までのね動画のスタイルとちょっと変えました。説明とかなしでいきなりストレッチをしました。そしてストレッチ終わった後にちょっと説明を入れるっていう順番でね今やってますんで、まあ、どっちの方が見やすいとかね、もしそういうコメント意見があったらぜひ教えてほしいなと思います。このトレーニングはねマジでやった方がいいです。めちゃくちゃしんどいので、多分僕でしんどいってことはこれを見てるあなたはめちゃくちゃしんどいと思います。なのでしっかりねやってほしいなと思います。また LINE 登録していただくとですね、肩こり腰痛のパーフェクトブックっていうのをですね登録していただいた人に無料でお渡ししてますので、ぜひチェックしてみてください。ちょうど今ファスティング期間でもありますので、3日間ファスティングっていうのもですね実は裏の企画で考えてますので、興味がある人はこちらの方を登録しておいてください。またダイエット系で興味がある人は脂肪リセットダイエットっていう方もね、これも無料でプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。そうですね、今回ドローイン腹横筋鍛え方やっていきました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ。無料のメルマガ講座もここでしか話せない内容だけ話してますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。